夏祭り終わるまで来るなって言ったでしょ。情報サイトに定員の対応量って書いてあったんだけど。すみません、この子もう来月半ばでクビにしますんで。頭の後ろにカレーついたんですけど。これミニサラダの無料券です。これを飛んだのか。ご注文どうしますか。サワーチキン5辛とスコーンとタバチュール、あとジントニック、ハイボールにクロワッサンと5枚入りゼンベル、ビルバル王のカレーザンギと枝豆ね。ココナッツベースシーフードにセーレンとチャバタと赤ワイン、マンゴーラッシーと。何から何までばらけさせない、嫌がらせか。でも本当、マトウさん少し責任感じないと。クビになっちゃうなんて。ああ、まあね。いっそもううちに来ればいいのに。うん、うち。ああ、うん、一緒に暮らしましょうって話じゃないわよ。私たちと一緒にラジオのお仕事してみない。このザンギスパイシーで美味しい。レベル溶けよ。ラジオ、ミナルさん、やめましょうよそんな虚業。虚業って2年前ひでえな、朝日山公園の展望台から雪の市内を見下ろしつつ誓った言葉はどうなるんですか。店長が死んだら店をチェーン展開して道内をウコン色一色に染め上げようって。お前がここに来たの今年の3月だろ。今の私の姿を見てなんでカレー屋にそこまで執着あると思えるんだよ。あとウコンって単語の使いどころは最新の注意。小田さん、再就職先が決まったのね。とりあえずおめでとう。まあこっちも心配事が一つ減ったわ。店長、いや宝田さん。うわ、会って以来一度も見たことのない表情。宝田さん、丸2年間産地直売価格でコキ使っていただいてありがとうございました。これからは。ああ、仕事といっても当面は週一でやってる私の番組のアシスタント程度だけど。これからは、お給料もうちょっと減らしていただいてよろしいかと。なんならラジオでこの店の宣伝しまくりますので。ああ。